の後に訪れたのは暴虐であった。呂布たちの活躍により剣勢を振るった宦官は駆逐される。だがこの総統の中、有力者であった家臣が死亡。一方で西方の豪族董卓が帝を手中に収め剣勢を得た。この時呂布は董卓に同調、義父丁原を斬りその幕下に加わる。その後董卓は高位の職に就き帝を拝立するなど専横を極めた。これに対し袁紹、曹操らが諸侯を束ね連合軍を結成。董卓を打倒すべく要衝古老館へと軍を進めた。董卓は形勢不利と見るや、すぐさま長安への遷都を決定。呂布と同じく配下である長領に洛陽からの撤退戦を命じる。乱世の鬼神呂布、その運命はまだ他人の手のひらの上にあった。いざ趙文渊、戦場に神明を登山。董卓のやつ、逃げるつもりらしいな。これこそ俺がの、これこそ俺がの。諸侯どもが仕方ない。長領よ、貴様は長安。承知した。我が部にて董卓殿の道中を。しっかり働くのし。何をしておる。さっさと門を開け。アホどもになど付き合っておれんわ。洛陽まで下がり、このまま長安へ絶対じゃ。しかしそれでは前線の部隊は。やかましい。わしを危険にさらす気か。グズグズ言わずわしを守るのじゃ。進め、約束到達を逃がすぞ。最後しきらどもめ、さっさと追い払うのじゃ。不用。
そのような思い切りを見せるとは。前線の部隊はまだ奮闘しているやつ。一度合流し体勢を立て直してはいかがか。わしは何としても逃げる。かくなる上は五郎冠を突っ切るぞ。王宅め、やはり落葉へと引いてきたか。しかしこうもうまく裏に回り込めるとはな。よその妙な軍師の言う通りだ。俺もここで目立つ戦果を上げるぞ。敵の上に兵器部隊を指揮する者がいるはず。それを撃てば兵器は
は引く。敵将、趙文元が討ち取った。決まっています。あとは突撃するのみです。押して参る。味方が溢れたのか。さあ、来やがれ。お前なんぞひとひねり。